本日はささやかな暮らしの中にまで泥鉢を踏み込む傍若無人な力の犠牲となり若い命を無残に散らされた巫女の物語「藩の星」を語らせていただきます。美しい山の国信濃の中ほどにその昔巫女の村がございました。諸国を巡り歩いた歩き巫女でございますが、この辺りでは「のうのう」と人に呼びかけたり、また神仏を指して「のんのん様」という言葉があり、そこから「のうのう」という親しみを込めた名が生まれたと言われています。のうのうの歴史は大変に古く、原始社会すでにその祖先が存在していた形跡があり、さらに歴史が下った川中島の合戦の後から江戸期には信濃根津は日本随一の巫女の村と評判が高かったようです。冬の朝間の冷たい空に一つ光るは藩の星と歌われていますように、命を奪われた野々尾お藩の魂は真冬の寒い夜、浅間山の上に輝く小さな星になったと言われ、今でもいてつく空を指さして、おあれが藩の星せと教えてくれる古老もおられるそうです。入れた長老様なわけで帰ってきました。叫び声を聞いて駆けつけた村の衆を前に血だらけになった長老はあえにあえに告げた。みんなよう聞け、都に雇われた荒くれどもが押し寄せてくる噂も病犬じゃ。ええか、みんなまず子供を隠せ、バラバラに隠れよ、家を焼かれようが何があろうが出てきてはならん。分かったな、頼むぞ。長老の非業なしを悲しむ間もなく、皆涙顔のままそれぞれ藪陰岩室に身を潜めた。間もなく押し寄せた荒くれの一団はあっという間に家を焼き払い、必死に隠れる村人も噂通り山犬のように嗅ぎ出して虐殺を繰り返す。やがて山犬どもを雇ったと思われる都の女が冷ややかな笑みを浮かべて進み出た。日本一の巫女の村とな、巫女は都の優れた女の神域、信濃の山猿の者を踏み込める域ではない。今日みんな死んだわ、天罰ぞ。Oh, no.
木の実草の根で飢えをしのぐ日々が続いたある日、一番年上で気丈な娘を藩が思い詰めたように、おばあは、おら、のの能になれんか。おばばは思わずおはんを見つめ、小さい子らも驚いたようにおはんを見る。ほら、のの能になってみんなを養う。できんか、おらには。なあ、おばば。やっぱ言い出したか。え、できんか、おらには。おみはすすどいこじゃ。やがてはええのの。これを聞くと、おばばの目に涙があふれ、おはんを力いっぱい引き寄せた。ほら、きっとやる。泣き言は言わんで。よう、言うてくれたおはん。この子らを仕留めるには、おみにそうしてもらうのが一礼し。ここの御子を絶やさんで済む。ほら、何をする？すぐ何をつらえ？死んだ巫女衆の踊り、ほら、覚えとる。まさか、といぶかるおばばを尻目に、おはんは、やってみっか。Oh.
て導く。一つの芸を覚えては小さな村へ、二つ覚えてはさらに遠くへ。小さい子らのためおはんは身を粉にして舞い、声を限りに歌いました。家で待つ小さい子らにもおはんの心はひしひしと響き、木の上でおはんの帰りを待ちわびる杉丸が今日も叫んだ。あっ、おはんが帰った、おはんが帰ってきた。またなんか背中に尾根取るぞ、おばば。おばばはおはんを迎えるたびに胸が詰まり、今は人様の情けにおすがりしておるが、やがておみは立派な巫女になる。そうつぶやきながらおはんの肩をなでるのが常でした。おはんもまた、おばば、今日は大岩滝の衆にメロを喜んでもらえた。そうみんなを安心させるのですが、おはんの言葉を聞いた杉丸が珍しくおばばに口をとんがらせた。そうや、おはんの舞はええ。なんでおばばはごめんのや。怒るな杉丸、おはんはよう踊る、よう歌。けんど巫女の本当の技はまだまだなんじゃ。これから身につけんなら。おみとちちりどもも藩に負けんよ、豆で大きゅうなれよ。うん、ほらもちっとでこうだったら、おはんが遠くへ行くときゃついていく。ついてってどうするんじゃ。守るんや、おはんを。そりゃあ、うれしいこっちゃ。頼むぞ。資質を開花させたおはんは日に日に目覚ましい成長を見せ、やがては神の御霊が乗り移るまでの巫女に成長してまいりました。水汲んでこ。待て。おばばは杉丸を表
目立つと一握りの草をむしり取り、この草をぎょうさん摘んでくるんじゃ。さあ、はよ。杉丸はおばばの出した草をひったくると森へ向かって走り、チビたちも口をへの字に結んでその後を。神口、生き口、死に口の技も
も会得し、杉丸に手を引かれて巡る村々での口寄せは人々の心を魅了しました。そのうちお藩の技に魅せられて弟子入りを望む娘たちも現れ、村はにぎやかな息吹に満ちてきました。しかしこの評判が風の頼りとなって、いつかこの村を襲った盗賊の耳にも達し、皆殺しにしたとばかり思っていた盗目は、こいつが都へ知れたらこっちの首が危ない、よし今度こそ皆殺しだと手下どもをけしかけ、再び泥町を踏み出してきました。やばいぞ、やばいぞ、荒くれども負けるぞ。杉丸のけたたましい声におばばが、杉丸おめえどこで見た。谷一つ先の山の上から見えた。じきに来るぞ。村人はにわかに落ち着きをなくす。すると尺状をついたみすぼらしい旅の僧が現れ、デーラボッカイと自ら名乗った後、こんなこじき坊主では心細いかもしれんが、一つ私に任せてくださらぬか。おばばは用心しながらも、あの山犬とかいう盗賊に話をつけてくださるんで。そうじゃ、皆の衆はどこかへ隠れてくだされ、音を立てぬようにな。僧侶が現れた時から素早く火に登り、辺りを警戒していた杉丸が叫ぶ。あっ、山犬が来た。チラチラと姿が見える。さっさよ皆の衆、おっと家へ入るな。家は空にしておくんじゃ。おばばがおはんの手を引き真っ先に行動を起こすと、村人も気を取り直しておばばに従ったが、おはんが立ち戻って、おばさま、山犬の目当てはわしです。わしだけここにいてはいけませんか。火の上から次丸かとなる。そら違う、あいつら皆殺しにする気や。今は坊様の言う通り隠れるこっちゃ。おばば、はよせ。杉丸の言うことに大きくうなずいたぼっかいはおはんに、お主の気持ちはわかるが、ここはあの子の言う通りに隠れてくれ。さはよ、決して悪いようにはせん。おばばはおはんを引きずるようにやぶの中に入り、ぼっかいは大きな岩の上にどっかと油をかいて構えた。やがて獲物を狙う野獣のごとく足音を殺し、男たちを従えて現れた盗賊は、赤子でもぶっ殺せと恐ろしい命令を下す。手下の者はぎらりぎらりと獲物を抜き払い、血に濡れた目をらんらんと光らせて家に踏み込もうとした。せんな、ぼっかいの声が飛ぶ。待て、探しても無駄じゃ。今日は大人衆帰ったがよかろう。問答無用とばかり打ちかかる手下を、ぼっかいは難なく尺状で打ち捨てた。その早業に度肝を抜かれた山犬どもは、ぼっかいを遠巻きにして取り囲む。話を聞く気がないなら、このこじき坊主が相手になる。さあ、どこからでもかかってこい、山犬め。どうした、遠慮はいらんぞ。盗賊は手下をけしかけながらぼっかいを突き狙う。山犬どもは半方から突きかかり切りかかる。ぼっかいは目にも止まらぬ速さで尺状を見回し、
撃に戦うより悪党をやめる方が楽だぞ。それが嫌なら何とでもかかってこい。隙のない僧侶の構えにすっかり浮き足立った山犬どもは方法の体で逃げ去ったのですが、村人の喜びをよそにまじまじと牧会を眺めた杉丸は、天狗様やったんか。ほら、初めて見た天狗様を、初めて見た。ほらほら、わしは天狗などではない。あれはとっさの脅かしじゃ。旅をすれば思わぬ災難も降りかかる。そんな時に身を守る術をじっと身につけたまでのことじゃ。おはん、わしは天狗ではないと杉丸に言ってくれるか。い、天狗様よりありがたいお坊様です。みんな命拾いをしました。そう言われてはなお恐縮じゃが、牧会に救われた村人は口々に礼を言いながら家々に散っていくと、難を逃れた村里にはいつものように夜の帳が降り始めました。杉丸はそれこそ席を切ったように訴え始めました。ほら、
草や木やそういうことを共産しいて薬の草取っておはんの目を治してこの村を守るのに坊様みてえに強うなりてな教えてくれ。ああ杉丸そうせくな。物事は一つずつ学ばねばいっぺんにはできん。おはんか杉丸。またやんちゃんを言ってお坊様が困りなさる。そういえば琴の音は消えておったか。おその代わりタヌキが来ておるわ。親子かな。はい、いつも遊びに来てくれる親子です。キツネもウサギもリスもいろいろ獣たちが来てくれます。なるほど、それで読めた。お主たちよほど獣をかわいがっておるんじゃな。と牧会が続けた話は、山一つ先の草むらで休んでいたら雷のような音とともに村を救え村を救えという声が聞こえた。晴れた空を見上げはてと目を下に向けると、そこにはタヌキがおった。するとタヌキはすぐわしを振り返り振り返り歩き出すので、その後へついてみたらこの村へ来てしまった。そう結んでから。杉丸賢いタヌキだな。うん、偉かったぞタヌキ。ありがとよ坊様。俺よりおはんの方が獣たちとよう話ができる。おお、そうかそうか。となると雷様も獣に頼まれてお前たちを守っておられるのかもしれんの。これはわしが杉丸に教えてもらわんとな。違う違う、みんなおはんに教わったんや。ほらほら、タヌキが驚いて尻込みしとる。王様、おらを弟子にしてくれ。ほらほら、そんなとこにいざまずくな。何でも言うこと聞く、弟子にしてくれ頼む。手を挙げんか杉丸。お前の気持ちは分かったが、わしにもじっくり考えさせてくれ。杉丸を諭しておはんと共に小屋へ入らせた牧会は、西に傾く月に向かって深く一息つきました。
私も一心にあの子を仕込んでいる。ありがとう様で、杉丸が立派になれば、君たちやみんなが今度は杉丸から教わります。そうじゃな、実は寝たきりのおばばからも頼まれておってな、杉丸を連れて行ってくれと。まあ、おばばは寝ておっても全部見通しで、ひょっとしたらおばばは雷様かな。ぼっかいとおはんの笑い声は朝の屋を爽やかに揺るがしました。これといって身支度もないぼっかいと杉丸は、明くる日には見送るおはんや村人の前からあっけないほどあっさりと旅立ちました。しばらくは二人のいない寂しさが残ったものの、おはんのもとには修行を目指す娘たちが増え続け、としぶきが逆まって滝壺に吸い込まれる。
けでおはんの姿はついに見つかりませんでした。やがて滝から一条の光が立ち上った。そんな声がやまびこのように重なり重なって聞こえるうちに、おはんは龍神の力で天に昇り星になった。村人は固くそう信じてそれぞれの心を鎮めました。